ずんぐりむっくりで横幅がある体型です、うん、どんなスーツを選べばよいでしょうか。スタイルが単純によく見えるスーツの柄っていうのはストライプやねんか。ただ逆にそういう体型だったらそういう体型を生かした方がいいと思ってて、鶴瓶さんをイメージしてほしいんだけど、あの人ってさ、チェックの生地とかさ、柄に柄合わせたり蝶ネクタイつけたりしてめちゃくちゃおしゃれやんか。そういう風に着づらいかもしれないけど個性があるようなファッションとかをしたらめちゃくちゃおしゃれな人に見える。ヨーロッパのさ、おじさまってさ、結構さ、頭つるんとしてお腹出ててさ、低身長でさ、ぐるってする人多いやん。でもそうやってさ、おしゃれを楽しんでかっこよくしてる人多いんで、いろんなの着て見てもらったらいいかなと思います。身長が低い人で既製服のスーツ買うとどうしてもくびれがなくてさ、男性ってくびれないやん。くびれなくてボックス型のスーツになっちゃったりして、そうすると足がどこから始まってるのか分からへんから、足も長く見えへんくて身長もちっちゃく見えちゃうねやんか。ただミューズのスーツはって言ったらあれやけど、まあ、ちゃんとウエストのところでボタン位置合わせてくびれて作ることによって、くびれてるところから足が生えてるように見えるから、めちゃくちゃ足が長く見えるし、体に合ってるスーツを着る方が実は身長って高く見えんやんか。そうなんで、ちゃんと体に合うスーツを選んで、こう男性って丸みがないんだけど、ちょっと丸みを出したようなシルエットを作ってもらったら、比較的身長はちょっと高く見えるから似合うと思います。センターベントとノーベントがあって、ノーベントはタキシード用なんですね。センターベントはちょっとアメリカントラッドのボックス型のスーツに多いタイプで、まあ、悪くないんだけど、座った時にお尻がその折れ曲がっちゃったりとか跳ねたりするから、センターベントの方が好きだと思います。なるほど。洗います。例えばネイビー、ブラウン、濃いめのシルバー、ボルドーは比較的持っててもらうとスーツに合わせやすい。で、シルクのしっかり分厚いやつを選んでください。何にでもね、比較的使えるんで、この無地の4色はもう全部持っててもいいかもと思うぐらい。で、例えばさ、すごい柄が派手なネクタイとかね、こういうのはこう前面に見えるのは気になるような人だったら、スリーピースって見える範囲が狭いじゃん、はい、だからこういう派手なのをつけてもありだと思うし、で皆さんね、意外と思われるかもしれないけど、こういう派手なの選ぶときに全部さ、ちょっと青みが入ってるの選ぶの、柄の中に。そしたらさ、こんなにさ派手でもさ、全部さ合うの。おお、スーツやっぱネイビー多いじゃん、まあ、全色いくでしょ。はい、そうみたいな感じで選んでもらったら、柄物でも合わせやすいです。スーツに合わせるベルトっていう前提でお話をさせていただくと、ベルトと靴の色合わせた方がいいんやんか。なんでベルトは黒いのに靴はライトブラウンとか、そのいろんな色が入らない方がいいから、ベルトと靴の色を合わせて選んでください。できればカバンの色も合わせたい。でベルトを選ぶときに、ベルトって基本的に5つ穴があるんやんか。で買うときに真ん中で留めれるやつを必ず選んでほしい。なんかここで選ぶ人をね、一番きついところで、うん、でも一番きついところ選んだらそれ以上痩せたときにさ、こういかれへんやんし、ダサいやん、この尻尾が出すぎてて、うん、なんで真ん中でハマるところがベストのサイズなんですね。いやー、裸足に革靴めっちゃかっこいいと思うんですよ。トンパンツとかでちょっと短めで、ただやっぱり職場でスーツを着ないといけない会社なんだったら、やっぱりそのすねとかくるぶしとかは見えてしまうと、まあちょっと下品な感じに映ってしまうから、そこはちゃんと TPO を守って薄手のドレスソックスをスーツに合わせるっていうスタイルにした方がいいと思います。スーツに合わせ靴下って本当に長めの靴下で、ドレスソックスって薄めで、そうするとドレスソックスほとんどこう収縮性がないものが多いねんか。だからそうすると履きづらいから、糸から開発してすごい収縮性もあって、フィット感もずり落ち防止もしてて、めちゃくちゃおすすめ。ネットショップでも買えるんで、ぜひよろしくお願いします。シャツね、ボタンダウンっていって、襟のここにね、ボタンで留められてる襟型をしたシャツがあるんですけど、これってその乗馬用でもともと作られたスポーティーなシャツなんですよ。でこのボタンがついてるボタンダウンのシャツにネクタイを巻いちゃったりとか、カフリンクスを袖口にさつけちゃったりとかすると、そのカジュアルに着たいのかフォーマルに着たいのか、手元フォーマルだけど首元カジュアルですけどみたいなミスマッチが起きるので、ボタンダウンのシャツを着るときはノータイでカフリンクスをつけたりするのやめましょう。これチェスターコートっていう、いわゆる本当にベーシックなスーツに合わせやすいコート。形の特徴でいうと、ジャケットそのまま長くしたみたいな感じやねんけど、やっぱりスーツの上とかさ、コートってさ、ただでさえさ、なんかちょっとゴワゴワしてて痩せたくなるやんか。こういうジャケットと同じようなスタイルのチェスターコートって言われてるものが一番主流で人気なんですけど、これだったら全然やぼったくならないし、ただやっぱりそれでもサイズが合ってるかどうかがやっぱ一番大事やねんな。ちょっとこれサイズゲージって言って、サイズに使うやつやからさ、あんまりかっこよくは見えへんねんけど、なんか僕も居酒屋とかでご飯食べるときにジャケットの上のときどう畳んだりと、いや、みんな普通にこうやって畳むやん、はい、そしたらさ、表地絶対汚れるやん。なんでお袖をまず中に入れるんですよ。え、そう、こういう形にしてほしい。はい、で、こういう形にしてこことここをパタッと合わせて、まずこうなるやん。で、こうやって持ったらいいだけ。なんか変なシワとかつかないんですか。
一番つきにくいし、表地が生地が汚れないから、こうして畳んでもらったらいいですよ。めっちゃ簡単やから覚えて。まずシャツを裏向けます。で、購入した時の付属のこういうのが残ってたらここに刺してもらったらいいねんけど、捨ててる人が多いと思うので今回はなしでいきますね。1折るでしょ、両サイド。まあ、ちょっと簡単なやつでいきます。こっちも折るでしょ、真ん中でちゃんと。で、2でしょ。で、3、4で持ってくる。早っ、うん、そしたらこういう形ができるんで、はい、このまましまったら OK で、もしこういう付属でもらったやつが残してたら襟の形崩れに入れてもらったらなお OK で、本当は下向きにさ収納することができたらフェイスが汚れないんだけど、そうすると襟の形が崩れちゃうんで、これももし購入した時のものが残ってたらこの袋に入れる。しっかりクリップで留めたりせずにふわっとしてる方がこの辺に折り目がピシリつかないんでいいと思います。まず1個目は、肩幅が合うハンガーにちゃんと収納すること。薄っぺらいハンガーにかけたりとか、そのまま脱いで置いてたりとかすると肩崩れが起きます。で、2つ目はしっかりブラッシングをしてください。服なのでこの中にやっぱホコリとか結構入ってるので、繊維の中でそれを落としてあげると光沢感とかも復活します。3つ目は1日着たら2日間陰干ししてください。そうすることでウールがもう1回息できる状態になるので、スーツがちょっと復活した感じになります。4つ目はミューズのビクトリースーツリフレッシャーを振ってください。これを振ってもらうと抗菌防止の効果もあるので匂いも取れます。なのでこれを一振りしてもらうだけで朝スーツが生き返っております。ありがとうございます。